ソフィー・ファン・オラニエ・ナッサウは、オランダの王族。全名は、ミルヘルミナ・マリー・ソフィール・ルイーゼ。オランダ王・ウィレム2世の長女で、ザクセンバイ・マル・アイゼナ・ハタイコー・カール・アレクサンダーの日となった。ドイツ名は、ゾフィー・フォン・オラーニエ・ナッサウ。ソフィーは1824年4月8日、オラニエ・コー・ウィレムとその日であったロシア皇帝パーベル1世の王女・アンナの間に、第五子として、 ハーグで生まれ、スーストダイク宮殿で育てられた。夫となるカール・アレクサンダーとは、ソフィーが病の治療のために母と共に訪れたバイマルで初めて会った。その後彼がオランダに旅行していた時に再会して、恋に落ち、二人は1842年10月2日に、ハーグのクネウテルディク宮殿で結婚した。1853年にカール・アウグストが、 父の死去によって即位するとソフィーは大公妃となった。1892年10月、ソフィーとカール・アレクサンダーは、金婚式を記念して、盛大な祝宴を開いた。この時、オランダから、王太郷・エンマと共に列席した女王、ミルヘルミナは、後に、王廃となる、メクレンブルク・シュベリーン大公司・ハインリヒと初めて、会っている。1897年3月23日、 ソフィーはバイマルで死去した。1924年10月8日には、彼女の生誕100年を記念する式典が、孫と娘によって催された。ミルヘル・ミナは、弟も妹もおらず、当時未婚であったため、おばのソフィーは没するまで、大井継承権、第一位であり、ソフィーが没した後は1909年に、ユリアナが生まれるまで、ミルヘルム・ウェルンストが、オランダ大井継承権、 1> 第1位であった。ただし、オランダ憲法は、オランダ王が、ルクセンブルク大公以外の君主位を兼ねることを認めていなかったので、もし、ミルヘルミナししなく、没した場合、彼は、ザクセンバイマルアイゼナハ大公くらいと、オランダ王位のどちらかを選ぶ必要があった。ありがとうございます。